皆さんこんにちは、菅沼智香です。今回ですね、昭和レトロ旅の2日目ということで、南房総市白浜の昭和レトロな温泉とホテル編をお送りしていきたいと思います。私菅沼智香は昭和レトロが大好きな現代美術のアーティストで、現在は埼玉県のニュータウンに移住して、ニューキッサ幻というアートプロジェクトに取り組んでいます。このチャンネルでは昭和レトロな情報やアートプロジェクトについて発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の旅のメイン目的地ともいえる南房総市白浜の昭和レトロな温泉&ホテル編、今回はどんな出会いがあるのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。おはようございます。2月26日の朝です。今日はお誕生日です。なんか旅館のおかみさんがなぜかパンと牛乳を支給してくれたんで、それを食べながら化粧してます。10本。よし、道の駅みたいな潮風王国っていうところに着きました。ちょっと行ってみたいと思います。船があります。海です。ちょっとあいにくの天気で今日は結構寒いです。昨日の居酒屋のおかみさんに教えてもらった海鮮を食べに行きたいと思います。ありがとうございます。海鮮丼とアジフライ。行きまーす。すごい、何か食べようか迷っちゃう。これはね、切れるかなんか難しいわけ。海鮮丼、すごくお腹いっぱいになりました。でちょっと寒すぎるので、海の見物とかはちょっと後にして、早々に次の目的地温泉へ行きたいと思います。じゃ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 ーん。その先の目的地です。目的地に到着しました。じゃじゃーん。ジャングルパレスホテルの日帰り温泉にやってきました。かわいい建物です。見えますか。すごい、ジャングルです。こんな感じ、なんか温室みたいなのもある。ちょっと早速探検していきたいと思います。着しました。南国ホテルです。じゃじゃーん。めっちゃかっこいい。今日はこちらに泊まります。すごすぎる。今日のお部屋に着きました。行ってみたいと思います。感じです。なんか石がすごい広がってる窓の外に、こんな感じです。すごい、なんか窓がめちゃくちゃ広い。洗面台とお風呂があります。なんか琵琶が名産みたいで、琵琶の、お菓子、ゼリーなんですけどが冷蔵庫に入ってました。食べてみたいと思います。ビアのお菓子こんなんです。うん、冷た、おいしい。ビアスイーツでもビア使うから、ちょっと研究でもありますかね。ちなみに宿泊のお値段は日泊まりで1人5000円です。おー、夜の南国ホテルかっこいい。
今から近所の居酒屋さんに行くんですけれども、その他の後半もないらしくて、一軒しかお店ないらしいです。やってることを超祈ります。わ、すごいかっこいいかっこよすぎる南国ホテルがかっこいいなどこまでもかっこいいよね。ほんとかっこいいよね。ほんとにもうさ、何回でもかっこいいっていうため息が出るよね。これがなんかもう慣れちゃう人が来るのかね、このかっこよさが。すごいよね。で、何がすごいかちょっとさ、分析しよう。まずさ、何がすごい、なんかさ、丸いところがすごいよね。南国ホテルって書いてあるところが、なんか、丸くなってる。あとさ、なんかさ、ホテルのさ、るっていう字の、ひょろろんってなってるところが、いい。フォントが、すごいいいなと思います。デコラティブだよね。あとは？お手は？南国ホテルのかっこいいポイント言って。アーチ階段でしょ。アーチの階段。どれ？あ、あそこね。だから真ん中のとこだよね。階段になってるところが。まあ、アーチじゃないけど。丸くなってる。ねえ、すごいよね。てか、下の、あそこ、うん、見せてもらわないと。疲れ込む。確かに。なんか、ホテルの入り口のところの部屋が、物置みたいな感じになってて、すごい雑に椅子がボン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 積んでて、あ、南国ホテル、そこの部屋が気になるっていうことでした。あ、よかった、赤ちょうちんついてる、よかったよかったよかった。居酒屋、あ、焼き鳥屋さんだ。じゃあ行ってみたいと思います。行こう。いいよ。潜ると、あ、そうですか。はい。ありがとうございます。すいません。すごい。なんで缶詰がこっちに。いただきます。東京から仕事で缶詰で大人もう自分の世界だけ自分だよ。近くのホテルですか？私たちもここに入れなかったらもうスーパーでもそういう場合を買おうと思ってました。そう入ろうかな。もちろんそんな、絶対飲むのに食べちゃうんですよ。本当によかった。同じタイミングで入られましたよね。いや、迷ったんですよ。じゃあ、入っていいのかなって。明日行くところ聞こう。もう全然ノープランなんですよ。だから、なんか教えてほしいね。めちゃくちゃ楽しく飲んでますね。もう水のように飲める。なんかもう多分ほぼ飲み尽くしましたこの動画どうなる。氷もらってきました南房総夏みかんです。見てみて、フロントで氷もらえたらしいです。フロントで氷もらえるってすごいね。フロントに氷あったってこと？すご。大変だよね、ホテル業って。本当に大感謝です。本当にこんなにね、パッと来てね、こんな風におもてなししてもらってありがとうございます。いただきます。この、勝浦担々麺っていうのをちょっとだけ、ちょっと食べてみたんですけど、すごい辛かったです。最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画はここまでです。いやー、ちょっと自分でも恥ずかしいんですけれども、すごく楽しく酔っ払ってしまって、まあ旅の夜を満喫させていただきました。本当に今回の旅の目的は南国ホテルだったんですね。まあ千葉でどっか行こうかなっていう風に考えてる時に、南国ホテルっていうすごい素敵なホテルを見つけて、いろいろネットとかでも調べてみたら、この辺はそのお花がすごいたくさん咲いていて暖かい気候だっていうのをネットで見まして、もう2月だったらすごい寒いから暖かいところ行きたいなと思って予約したんですけど、
実際にはたまたまかもしれないんですけど、その時はまだまだすごい寒くて、かなり寒さを我慢する旅になってしまいました。動画の中でも何回も言ってたんですけど、南国ホテルがもうめちゃくちゃかっこよくって、この後南国ホテルの館内ツアーなんていうのもちょっと動画撮ってきたんで、これから続編でアップしていけたらと思ってるんですけれども、南房総に旅行の際にはぜひぜひ南国ホテル泊まってみてください。あと途中で寄った温泉のジャングルパレスも、もうものすごくレトロでもう可愛い温泉で、そちらの方もまた続編で動画アップしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Yeah.